もしもし、ようくん。姉さん。よかった。元気？ちゃんとご飯食べてる？食べてるよ。さあ、体調の方はどう？確か今日からだったよね、学校行くの。今日行ってきた。大丈夫だったよ。そう、それならよかった。ずいぶん休んでたから、さすがに全部が全部うまくいくってことはないけど、すぐに慣れるよ。去年は入院で大変だったもんね。一人で平気？ああ、いつでもこっちに来ていいんだからね。大丈夫だよ。心配性だな、姉さんは。子供じゃないんだから。それより、そっちこそ体調は？もうじきだろ、生まれるの。うん、そう。だいぶ大きくなったよ。すごく元気でね。寝てる時にお腹を蹴られて、目が覚めちゃったりするの。それはすごいな。男の子だったよね。そう、名前をどうしようかってずっと考えてるんだけど、なかなか決まらなくて。生まれたら絶対に会いに来てよ。その前にもっと姉を心配して会いに来てくれてもいいのに。わかったよ、今度行くから。会ったら激痩せしてたなんてやめてよ。ないよ。本当に？ないって。それじゃそろそろ切るね。何かあったらいつでも電話してね。ああ、わかってる。それじゃ、おやすみなさい。おやすみ。